豊橋市役所から重要なお知らせです。資源化センターの焼却炉3基のうち1基が故障により緊急停止しました。復旧までの間、家庭ゴミのすべてが処理しきれず、ゴミが溢れてしまう可能性があります。ゴミの分別にご協力をお願いします。皆さんこんにちは、広報校長課の小賀本柳代デミです。最近は寒くなったり暑くなったりと気温差が激しい時期になってきました。風邪には皆さん十分気をつけましょう。まずはじめに国際交流サロンの様子をご覧ください。市民レベルで国際交流の輪を広げる豊橋市国際交流協会では、9月22日土曜日、およそ40人が参加して今年度3回目となる国際交流サロンを開催しました。今回の講師はブルガリア出身で来日4年目を迎えたバーニャ・ドルガノバさんです。バーニャさんは英語通訳を交えながら、ブルガリアの美しい自然や美味しい食べ物、料理を机いっぱいに並べて客をもてなす優しいブルガリアの国民性などを映像を使って紹介しました。皆さんこんにちは、私はバーニャです。ブルガリアから来ました。豊橋技術科学大学の建築を勉強しています。バーニャさんは参加者にブルガリアについてたくさん知ってほしいと語り、自身が体験したブルガリアの伝統的な夏祭りや野外スポーツなどを紹介してブルガリアの魅力をアピールしました。またバーニャさんがブルガリアのキリル文字について説明すると、参加者は自分の名前をキリル文字で書くなどしてブルガリアの言語に関心を寄せていました。でブルガリアのことがもっと詳しく知ることができて本当に良かったです。産業とか文化とか歴史とかで、バーニャさん自身も技科大に来ていただいて日本を選んでくれて、そして豊橋に来られたことすごく嬉しく思ってます。私隣の国から参りました、ウクライナですね。けどブルガリアのことを今までそんなになかなか知りませんでした。だからすごい良かった。この国際交流サロンは世界各国の衣食住など身近な話題をテーマに、地域在住の外国人もしくは海外生活の経験のある日本人の方をお招きして異文化に対する理解を深めるものです。今回は第3回目で、東欧の神秘漂うバラの国ブルガリアの魅力と題しまして、ブルガリア出身のバーニャ・ドルガノバさんにお越しいただいております。今回は40名近くの人に集まっていただきまして、なかなか普段は知ることのないブルガリアのいろんな側面についてお話を聞いていただくことができたと思います。後半には質疑応答ではたくさんの質問をいただきまして、大変盛り上がったいい会になることができました。またのお越しをお待ちしております。ブルガリアの文化に触れられて皆さんとても楽しそうでしたね。さて皆さんお待ちかねの宇賀本柳代デミのやってみたシリーズです。イエーイ。今週は私はあるスポーツに挑戦をしてきました。一体何をしてきたでしょうか。どうぞご覧ください。はい、今日はバスケも教えてもらいに行きました。今日の先生紹介します。どうぞ。三遠ネオフェニックス背番号5番川島彩人です。同じく三遠ネオフェニックス6番の長谷川智信です。
バスケやってきました、はい、バスケット経験者なんですよね。もちろん皆さん経験者なんですか。当たり前じゃない、何言ってるんですか。じゃないとバスケしませんよ。いくつまでやってたんですか。高校3年生、結構やられて全国、小1からこう、あ、大学4年までやってましたね。大学4年まで全国とか出ておられるんですか。全国というか全国、四国、九、行ってないです、はいはい、無理しなくていいです。近畿、近畿ぐらいまでです。すごいですね。体育で。じゃあ今日のバスケットは体育です。ああなるほど。みんな経験者。ああそういうこと。みんな経験者、体育の経験者。じゃあ今日のバスケットは期待できますね。そうですね。もちろん、はい、皆さんと一緒にやっていきます。はい、よろしくお願いします。ドリブルして、ちょっとこっちプレーボール1本ですか。すいません、そこら辺で小学生よりできないんですよ。それで1本ですか。それ2本ですね。ボールを持った瞬間から1本です。ボールを、ここはボタン、それで1個です。これはこういう感じですか。そこはノリで大丈夫です。ノリーこれはいいんですよね。はい、お、いい、いい、これだから。うまくないですか。惜しい、惜しい、もう一回行きましょう。相手ボールになってます。え、経験者の手じゃないですか。片手で、片手でいきます。カドンと行かない方がいいですよ。この辺、この辺の方がいいですよ。よーい、スタート。ちなみに今ので6秒。あー、持った方がいい。だ、正式に見るとボールが両手で置いてます。ちょっとやっぱボールに立つ仕事柄。惜しい、惜しい、惜しい。まあ100発100中じゃないんで。まあでもね、人間なんでね。まだわかんない、まだわかんない。勝てるチャンスある。どっちでもいいですよ。入った。おお、もしかしたらプロ入りできるかもしれないですね。一生いっぱいになる。はい、これが宇賀本与那城デミの運動神経の良さでした。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいバスケをありがとうございました。はい、ちょっとここで告知してもいいですか。はい、10月の6日土曜日、7日日曜日に、豊橋市総合体育館にて、京都ハンナリーズを迎えて B リーグの開幕戦が行われます。土曜日には T シャツ3000着を無料配布で、7日日曜日にはクッション3000個を先着順でこれも無料配布ありますので、ぜひ皆さん会場に足を運んで、一緒に戦ってください。応援しましょう、みんなで。はい、さて今週の豊橋ナウいかがでしたか。来週もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。